さん、はい、こんばんは。やっほー。では最後のサイン会を始めたいと思います。はい、これが本当に最後です。もうこれ目がね、もう腫れててね、もう前が見えない。あ、じゃあいきます。最初ヘギヘギはのりさん、ありがとう。帰宅したかな。ありがとうね、今日言ってくれたことがすごく嬉しかった。前そんな前からしてくれたんだなってね、今日思った。そう。ありがとうのりさん。え、見て、今回のサイン会の生写真はこれ。あのリアルお話し会の時に着た服の時に撮ったやつなんですけど、どう？よき。これです。じゃあ、はい、これありがとうございます。じゃあ次、吉彦さん、6枚。なんか昨日も2番目だったね。4、なんだっけ、シークレットに してって言われたっけ、忘れた、どうだったっけ。なんかね、誰かがシークレットにしろって言ったんだよね、誰だっけ。そう、めっちゃいい。そう、もうなんかね、もう今日みんなさ、なんかさ、もう本当に何でもないです。シークレット、オッケー。生きてるかな。生きてるかな。焼け酒してないかな、吉彦。シークレットでねって言われたような気もするけど、どうだったっけ。そう、でも今日のサインだけ書いてメッセージは届けてないから、メッセージもうゆっくり書いちゃおう、もう。そう。あ、やばい、前が見えん。お疲れ様。ね、どうだったっけ、シークレットにしろって言ったっけ、どうだったっけ。やばい、マジで目が。もうね、今日さ、もうツイッターにね、写真をねあげようと思ってたんですけど、あれ写真をさ撮ってなくてさ、私さっき撮ったんですけど、マジでやっぱ咲すぎてあげれない。ありがとう。あ、シークレットか、待って、どうだったっけ。一応シークレットしてきます。6枚、ありがとう。吉彦、また後でゆっくり話そうね、8時間目。じゃあ次は、上田さん、シーク、オッケー。たくさん結構サイン会とか来てくれてありがとう。でも私、サイン会のためにこの上田の A の字が書けなくてね、毎回入り直し食らってたのは、内緒。ありがとう、上田さん。シークレット、え、じゃあその時に言ってや。わからなくなる。じゃあ次、あかね、アットマーク、たまたこ、4枚。4枚です。あー、もうね、今日お互いしんみりしちゃったから。もう私、8時間目は、もう元気で行くって決めた。もうね、じゃないとね、もうほんとね、やばい、私ね、卒業公演絶対泣きたくなくて、もう、でもね、泣かせてきた。もう今日も私、リンコ絶対泣かようと思ってて、
もう今日そのルールを決めて私は怪獣入りしたんですよ。なのに茜がなくしてきたからさあその元気でいくわじゃあえ、シークレットだっけ？どっちだっけ？無理じゃないもん。元気で行くもん。でも多分このサイン届く頃もうリンコいないからな。じゃあこのサインを見てリンクを思い出してくれればと思います。私に残せないもん。別に残せないよ。ありがとう。いただきますように。でもみんながねリンクのことを忘れた頃にこのサインが来ると思う。じゃあ次秋広2枚。ありがとう。秋広とはもう昨日最後の話し会だったけど、一回なんか最後の話し会作業されたから落ち着いたね、話した気がするの。で、ありがとう。ちょっとニックネーム書いておくから、はい、ありがとう。ありがとう。もうね、もうすぐね、忘れてください。ありがとうね、秋広頼んだよ、あのサイエントパスリは。じゃあ次はゆきひろ6枚です。1、2、3、4、5、6。そうなんよ、最後なんですよ。忘れん、ほんと。でなんかゆきひろともなんか落ち着いて話せた。で、ありがとうね。なんかもっと早く出会えばよかったなみたいな、なんかずっと言ってるけどさ、でも全然確かに、まあ私がもっと、まあ、シティにいればよかっただけの話なんですけど。まあでもそう、そのタイミングで出会ったっていうのは何かのご縁だと思うので。あ、いいよ、誕生日オッケー。じゃあこれ誕生日一緒にしとこう。誕生日仕様でね、いっぱい入って書いた。あ、あ、すまん、ね、そうそう、会えただけでも縁があるから気にしないでね。え、待って、永遠の縁ってどういう、永遠の縁ってどういう字だったっけ。かけてけた、あ、ありがとう。あ、かけた。あ、なんか地味に合ってた。天才だわやっぱり。じゃあありがとう。永遠にね、まあ再来週ね、ねえ、マジの七号公園のさ、登録がさ、あさってらしい。いやー、いやもう、絶対なんかみんながさ、外れるって外れるって言ってくる。当たれ、当たれよ。ありがとう。6枚。ありがとう、ゆきひろ。じゃあ次は、青鬼くん、ゴーマルでーす。まあ、なんかお出かけしてるから見えてないかも。そう、最後まででも青鬼くんの鬼っていう字も私スティー入るまで知らんかったから、鬼っていう字はでももう今ノールックで書けるから
もうそれは青肉のおかげだね。そう、みんながすごいなんか話し会で今日めっちゃなんか卒業公演がうんたらかんたらみたいな当たるって。青肉も卒業公演当たってね。ねえ、みんなが当たればいいなって。なんならね、2部したい気分なんですけどね。ありがとう。あ、せめ夕方話し会来るって言ったけど、え、来てない。うん、そう、青鬼くんさ、一時ね、尋常じゃないほどね、買ってた際、なんか十何枚とか一時買ってて、もうファンリンクをザツ化してた。なんかでも家にサインがもう100何枚以上あるらしい。すごいわ。え、どうしよう、全部メルカリに売られたら。まあそんなことする人じゃないけど。この前聞いた100枚あるって言ったからね。ありがとう。ありがとう。確かに名前あるのに言ったらもーってなるよ。ありがとう。5枚。じゃあ次、ナオト。ナオト、早く病院行きな。小指はなんだっけ、あれか。あれか、あれだ。なんだっけ、あれあれ。バレーボールだっけ。で、そう、こういう、早く病院行けよ。あ、待って、間違えた。もう、いや、まあ、いっか。え、まあ、いっか。これ、絶対やり直すって言われる。間違えて、ナオトって書いてた。まあ、いっか。やり直すって言われたら、いや、でも、ナオトって人が、こうやって書けって言ったんだって言っていい。じゃあ、ありがとう。あ、やった。じゃあそういう、ナオトって書いちゃった。ありがとう。じゃあ次は、カムカム、カムカムさん、ありがとう。カムカムももう何年ぐらいかな、ずっと押してくれてね。今もなん、なんダブルつけるの。リンクもつけよう。ありがとう。最後の最後。じゃあ次は、ドン、アトマイク、タイムスター、ありがとう。今日なんか最後ね、なんて言っとるのか聞き取れなくてめっちゃ申し訳なかったけど、頑張ってあの気持ち伝えてくれてね、すごい嬉しかったです。ありがとう、ドンさん。ちょっとね、あの台湾やけんさん、届くの時間かかると思うけど、その時だけ猫、ね、のこと思い出してくれたら嬉しいです。じゃあ次、クリちゃん、5枚。まあ今日はね、プロポーズしてもらったからね、もういい気持ちでお話を終えることができます。ありがとう。え、でもあんな真面目なみちゃんは初めて見た。なんか今までにもさ、なんか結構3年ぐらいお話し返してきて、なんか告るよみたいな無理したことあったけど、でもなんかちょっと、なん、まあ、好きですみたいな感じでなんかちょっとおふざけてたけど、今日は真面目だったからちょっとね、見直したよね。確かにパンパンプリン、でもリンコのこと一番好きらしいです。そうそうそう、やっぱみんな今日真面目なんですね。で、リンコが一番。
なんか最近さ、日に日にさ、ここの後ろのさ、なんかゾーンが少なくなっていった気がするんだよね。はい、じゃあありがとう、5枚ありがとう。昨日さ、嘘だ、なんかパネル1枚だけになってた。ありがとう、大切にしてください。じゃあ次は、ダンさん。今日ちょっとちょっとだけ久しぶりに話せた。でもダンはなんかずっと楽しいって言ってるか、まあ、確かに普通の中では楽しいけど、感じ。まあ、ST の中では倒しだからね、偉いですな。今日認めました。じゃあ、ありがとう。でも、ダンは ST では倒しだけど、他のグループはちょっとね、DD なんだよね。じゃあ次、コウスケさん。コウスケさん、ありがとう。コウスケ。ありがとう。卒業展開してないよ。ありがとう。まあ、4人子のことなんて、一番じゃないけど、この線が届いたら、ああ、リンコってやつもいたなって思い出してください。ありがとう。じゃあ次は、のりゆき。私、のりゆ、なんか、私の悪い癖、なんか、初めて会ったポタクにも、私なんか呼び捨てしちゃう癖があるんですよ。なんか直さなきゃなと思ってて、でもなんかのりゆきは嬉しかったって言ってくれたから直さなくてよかったなと思いました。ダン、ありがとう、ありがとう。はい、ありがとう。そう、初めて来た人にもあーバレバレみたいな下振りしちゃうんですけど、それがのりゆきは嬉しかったって言ってくれたから嬉しかったです。ありがとうね。じゃあ次、せんちゃん、2枚です。今日なんか短くて全然喋りたいこと喋れんかった。なんか喋りたいこと喋ろうと思ったらね、ブチって切られた。ありがとう。あ、もう帰れたんかな、東京に。ありがとう。なんかまた話したいわ、全然喋り足りんのやけど、普通に。じゃあ次は、マサオさん、マサオが、1枚です。ありがとう。もう本当、私がしんどかった時にすごく話を聞いてくれた方なので、リアル話し会とかすごい感謝してます。ありがとう、マサオ。ハラハラが。ね、ありがとうね。さっきの話し方話した通り。あれ、さっき東京早くない？帰るの。ありがとう。またいつかどこかで会いましょう。じゃあ次、マールアスさんが2枚です。もうダメだ。もうね、もう昨日はね、マジで耐えようと思って、あ、待って、マルサさんとか言っちゃった誰。昨日も耐えようと思って我慢してたけどね、マールアスさんに負けた、なんかされました。ありがとう、マルアさん。ありがとう。早いのか。また卒業公演、まあすぐに当たるかな。あー、どうしよう、外れたら無理。まあでも四国は来れるよね。また再来週会いましょう。あ、そういえばなんか28の四国があるんですけど、待って、これ話したら
長くなる。次、くもはさんありがとう。最後までおちゃらけキャラで、ね、楽しかった。でもクモハがリンコガチ恋っていうのはちょっとね今ね信じられんかな。ありがとう。おとろくおーリンコみたいな感じ。ありがとう。じゃあ次は、深夜しか勝たん。今日はちょっと深夜の優しさを見ました。いつもなんかバカバカみたいな感じだけど、今日はなんかちょっと心配してくれたよねさっき。じゃけ、あ、深夜って結構優しいんじゃなってちょっとね見直したんよな私実は。YouTube だけありがとう。じゃあ次ひろふみさん、ありがとう。ひろふみってちょっとなんか消極的なところがあったかなと思うけど、でもそれがすごい優しくて私はなんかすごい支えられたかなと思います。はい、ありがとう。そう、今日ねもうもちこもいるしももももいます。久しぶり。ありがとう。そうちょっと目が開いてきたかも。次お疲れさんです。あー生徒さん当たるかな、マジで当てて。マジで当てて。ありがとう。ロクさんもありがとうね。じゃあ再来週会えることを期待してます。ありがとう。じゃあ次ゆうぞう6枚です。ありがとう。こちらこそだよ本当。ゆうぞうは今日もね耐えてた。毎回なんか垂れそうになるけど耐えてたから、いやいや私も本当にねすごい尽くしてもらったなって思う。なんか全部この出会ってから1年半ぐらい全部なんか本当にいろいろ尽くしてもらったから、リンク返せてないからちょっとあれなんですけど、まあ、でも本当にね、あ、そっか、シンプルとか。そっかそっかさ。6枚全部シークレット。やばい、あ、読んじゃった。読みました。泣く準備。何書こうかな。はい、じゃあ6枚。あ、そうか、シークレットか。ありがとう。最後のサイン会の写真がね映りよくてよかった。ありがとう。じゃあシークレット6枚です。はい、じゃあ次はとしますさん。今日やっと話して嬉しかった。話し会苦手なのに来てくれて本当にね嬉しい。今日2回も話したからね、よかったです。ありがとう。とし島さん、未来応援、お互いの幸せだろうな。次で、あ、よろしく。ありがとう、とし島さん。じゃあ次、ポンポンポンタ。なんかね、この人ね、いつもね、会ってないのにね、
お久しぶりって言ったのね、昨日も会ったじゃんって言ってくる。ちょっとね、変わった人。はい、じゃあありがとうポンタ。通算3回、そんなに嘘、もっと話したくない？もう、どこまでが本当かどこまでが嘘か分からん。ありがとう。その名前何？どう考えてもリンコ倒すとはないから。じゃあ次、たかしはね、意外と泣きそうに見えてね、泣かなさそう。はい、ありがとう。あ、偉いわそういう意味か、今日久しぶりにおるなと思ったら、ありがとう。本当に泣かないの？偉いね。じゃあリンコも泣かん。じゃあ次、光一さん、ありがとう。リンコ楽しだったのに、まだね、呼んでない。いやー、でリンコがおらんくなっても、まあいい子が現れるんじゃないかなって思う。ありがとう、こいち。こいちの話し方とか好きでした。じゃあ次、熱帯ウリンさん。そう、なんか珍しくスーツ着てて、なんかちょっとね、オンとなったよね。嬉しい、ありがとう。でもちょっと今目が生えてるから。ありがとう。これがリンコのすべて。世話になった。うん、世話にね、世話した。ありがとう。次の公演は待ってるからね。じゃあ次、登るとかもうずっと前で泣きそうって言って全然泣かん。はい、ありがとう。登る、ペラペラいらない。ペラペラ嫌い。ペラペラ返ししてきました。ありがとう、ペラペラ返し。心の中では。じゃあ次、カズノシンさん3枚です。今日はいつもよりも結構いっぱい話したかなと思うんですけど、なんか結構重い、今までの思い出とかを思いとかが伝わってきて、すごいね、やっぱり感情深くね、なった。つまり、OK! シークレット。どうしようかな。じゃあ、これシークレットにしよう。はい。あと2枚は、どうしようかな。じゃあ、あと2枚。ありがとう。本当に最後。まあ、また、これも大切にさ、ファイリングするようにして大切にしてくれ。ありがとう。じゃあ、次は、ヤマディさん2枚です。ヤマディ。ヤマディも結構もう何回ぐらいかな話してきたけどね、最後っていう時間が全然ねしなかった。ちょ、1個本名書くからちょっと隠すね、隠すね。こっちちょっと、こっちめっちゃ個人情報書いてるからシークレット。ありがとう、リンコのこと。当たり前。ありがとう。じゃあ次は、ケンちゃん2枚。ケンちゃん、でも最後も穏やかに終われた。
でも今日ちょっと山の上でねって言ったら、いやちょっとやむかもって言ってたから心配ありがとう。よかった。今日でもゆっくりじっくり話したからね、よかったと思います。じゃあ次、なるみ。なるみ。やっと。この前の公園地味にちょっとなんか地味に目あったっけな。やっぱりんがのこと見てるんだな。ありがとう。やっと。じゃあ次、ファンタスマゴリさん出た。この人ありがとう。ファンタスマゴリ、ファンタスマゴリさん1週間短くない？せめて1ヶ月遊べんなよありがとう。じゃあ次、佐野さん。最後一気おっぱってくる。もうね、私がリンコが卒業発表してから話し会、リアル話し会とかオンラインとかもなんですけど、なんかずっとねみたいな顔するんですよ。もうもうって感じで、ね、こちらこそだよ、ほんとありがとう。おっぱ群馬行ったら、あ、待って、めっちゃ個人情報言っちゃったじゃあ韓国行ったらよろしくね。1時間目やろ。じゃあ次、中村道弘さん。忙しいわけな、売れてるかな。一番の思い出はやっぱ公園、広島の公園に何回も来てくれたことがすごく印象深いです。ありがとう。お幸せにね。お幸せにねって別に誰かと結婚しなきゃいけないけどありがとう。はい、じゃあ次、角さん。角、今までいっぱいサイン書いてきた。ありがとう。あ、出たありがとう。まあ、待って、それな、それな軽っありがとう。まあ、幸せにな。まあ、それと結婚するのは無理だと思うけど、せいぜい頑張りたまえじゃあ次、カオル。カオルさん、ありがとう。まあ、まあ根は真面目な感じだから結構何回か救われることがありました。ありがとう、たくさん話してくれてありがとう。じゃあ次、まるちゃん。まるちゃんとも朝お別れだったんですけど、サラリーマン頑張ってまるちゃんのね、まるちゃんとかも仕事決まってから公演をほぼほぼ全部会いに来てくれてるからすごく嬉しいです。あ、さっき話、あ、あれだろ、ミスチルだろ、聞く、ありがとう。じゃあ次は、たかのりさん。たかのり、今日珍しくの寂しそうにしてたありがとう。ただのり、なんかいつもさふざけるのに今日真面目だったからびっくりした、りんかありがとうね。話か、あ、シークレット、ありがとうじゃあ次、イキピスさん。イキピス、
ピスってさ、なんかさ名前とさ顔が全然違うよね。なんかね、リンコイケピスって名前だけで言ったらポップな感じだけど、イケピスはなんかおーみたいな感じだけどロックンライダーみたいな感じだけ、たまにね混乱するんよでも最近はねもうね慣れてきたかな。ありがとうイケピス、またいつか話そうね。ありがとう、こちらこそ。じゃあ次は、あ、そう、最初で最後、あ、最初だっけ、嘘、全然最初ってか、最初とかにせんかった。じゃあなっちゃん、なっちゃん、なっちゃんね、地味に配信見てるけね ありがとうなちゃんといえばオーディションの時から応援してくれてた方なので、オーディションのメッセージ聞けました。ありがとうなっちゃん。じゃあ次、もががる2枚。今日もなんかね、やたら真面目なことをツイッターに書いてた。在宅だからなんかありがとうみたいな言ってたけど、でも全然ショールームとか最近やったら 毎回来てくれるしさ、支えられる面はね多かったよ。ありがとうね。じゃあありがとう。あ、記憶喪失の、いや記憶喪失になったらさすがに忘れるかなありがとう。まあ、じゃあ教育喪失になるまでは覚えておくってことにしとこう。じゃあ次、ピロリン。あ、シークレットか。シークレットか。でもこの前シークレットの時にさ、なんて書いたっけ私。なんか、彼女作るよとか書いた気がする。なんでシークレットって言っちゃダメじゃん。ほや。いや、そんなこと書いたっけ、私。じゃあ、ありがとう。シークレット。じゃあ次、レミちゃん。どうもーい。レミちゃん、今日は泣かんくて偉い。ね、レミちゃんが新しく作ってくれたね。うちは見たいよ、リンコは生で。今日もたくさんの大好きをね、ありがとう、レミちゃん。今日はまたいつか会おうねって約束したけん、まあ私もいつか会えることを楽しみにしてる。普通にね、遊びに行きたいと、もう卒業した後は友達っていうね約束もした。今日いっぱい約束したね。なんか一番いいよ、どうしようかな。はい、じゃあこれにしとこう。じゃあ4枚、ありがとう。なんかでも残して頑張った。レミちゃん泣き見せやけど泣かと思ったありがとう。さあ遊びに行きたい。じゃあ次、ウエマンさん。リンコ女神やけんおらんくなったらどうするんだろうじゃあありがとう元気出してね。多分リンコが卒業しちゃったと思うって感じになってそうだから元気づけ、ありがとう。じゃあ次、さゆっちょさん。さゆっちょがリンコのこと一番好きっていう事実ね、ちょっと私今日びっくりしたはい、ありがとう。あ、そっか、今やるかも。あれ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 、どっちかもしれない。
だ1枚しかないかも。だからシークレットのおたおめバージョンにしとく。ありがとう、内緒。おたおめも書いたよ。じゃあ次、リンゴの髪、赤アフロさん。まあ今日もね、最後のツーショットもね、バツ、一生結婚しない。ありがとう。まああと、なんでまだあと2週間くらいあるからね、気が変わるかもしれんからね。リンコ倒し、うん、まあ流れそう時期もあったけど。OK、じゃあ次、ジオさん。ジオさん、ありがとうね、サインとかも毎回来てくれてすごく嬉しかったです。あ、 ありがとう、ジオ。生でこちらこそたくさん会いに来てくれてありがとう。次のお互いね。ありがとう。じゃあ次が、土理想。土理想、土理想。あのね、土理想ってバカそうに見えてね、実はね、繊細な男なんですよ、実は。ありがとう。最後に大きい声聞けるのをね、楽しみにしてます。繊細だよね。次、そうなのさん。そうなの、今日ツーショットでそうなのとやりたかったね、部分でいろいろね、多分撮れたね、すごい嬉しかった。ありがとう。じゃろ。いや、なんかそう、ショールームいっぱいしてよったね。じゃろ、いくらでも、じゃろだけ言う配信でもしようか。ありがとう。ずっとね、好きで起きてね。まあ私はね、できる限り覚えとく。じゃあ次、ロッカさん。ロッカさん。ロッカも泣き虫と思ってたけど、さっき耐えてた。えらい。あと私はロッカの結婚式でリンコは招待してください。お祝儀いっぱい包んでいくから。で、四国席もバッチリ覚えた。よろしく。じゃあ次はトウくん。トウくん、なんで PR 舞台のあのやつコメントしなかったの。おっとおっと、応援とかもね、途中からいっぱい来てくれるようになって会える機会が増えてさ、あとあの PR 舞台のリリーベルの時が一番楽しかった。しろよ。コメントよ。ありがとう。よかった、公演来てくれるようになって本当に。じゃあ次、かつやさん。かっちゃん、いつも朝の時間やったらのぼすけ顔で来るんですけども、それが見れないのは本当に悲しい。ありがとう。そう、ラストサインなんだべ。かんちゃん、なんか気づいたらめっちゃリンコのとこ来るようになっとったね、びっくり。ありがとうね。じゃあ次は、黒パンダさん。出た、正体不詳。なんかね、めっちゃ正体不詳。大切にします、ありがとう。正体がね、気になる。なんかね、マジで正体不詳だから、なんかただのパンダじゃないかなってね、最近証明始めた。中身ただのパンダですか。ありがとう。このサインが来るまでリンコのこと覚えてるかな。ば、あー、ごめんなさい。あ、すいません、落としちゃった。じゃあ次、ケイタ。ケイタさん、ケイタまだね、呼んでないかも。ケイタ、
ケイタもね、リンコだけよね。え、違うの？ありがとう。え、リンコだけでしょ？ケイタって違うの？ありがとう。結構初期の頃からいや、応援してくれてて、ショールームとかもやってるから、そう見に行ってなんかちょっと叩かれた思い出がある。じゃあ次、ミミちゃんトロール。今日の雑なマスク地味に嬉しかったけど、マジで雑すぎる。じゃあありがとう。そう、名刺をお渡し会。あー、リンコなんだろう。やっぱ実際会えたのが嬉しいから、私も名刺をお渡し会かな。そうよ。そう、懐かしい。マジね、いろいろ思い出がね、ある。じゃあ次、しーちゃん6枚。しーちゃんはもう男を、リンコはもうしーちゃんにもう男を作るなって約束したんよ今日。じゃけん、もうしーちゃんは今後の泣き虫じゃないもん。いや、しーちゃんが泣かせたから、しーちゃんが悪い、しーちゃんが悪い。なになになに。でもしーちゃんリンコに今日プロポーズしたもんね。だけしーちゃんとリンコは両思いってこと。だけどもしーちゃんはだけ今後男を作っちゃいけないんですよ、わかりました。ありがとう。二人の結婚、ゆりや、ゆりしーちゃんとかさ、マジでさ垢抜けたよね。大学デビューしてからめっちゃ可愛くなったから、ちょっと羨ましい。ありがとう、6枚。ありがとうね、結婚しようね。じゃあ次、たかみちさん、ありがとう。昨日に引き続き、ありがとう。たかみち、ありがとう。今までたくさんなんかサイン会とかのためにいる気がして、なんかね、守護神みたいな感じでした。ありがとう。じゃあ次は、ポッポー、ポッポー。さっきね、詐欺みたいなことしてしまった。手紙読んでないよって言ってね、読んでたけどね、読ませてしまった。じゃあありがとう。あー、シークレット、危ねえ。ありがとう、シークレット。危ねえな、ギリギリや。あ、誕生日じゃなかったっけ、違うっけ。またどこかで。な、まだまだいるけん、2週間おるわ、私まだ。じゃあ次、伊藤ひろし。あ、待って、間違えた。書いちゃった、待ってよ。伊藤。ありがとう。最初ね、
ドライグのチャットで知り合った、知り合ったって言ったらなんか違うけど、ドライグのチャットしてきたんですよ確か。なんか変な人で、なんかパセリかビエネッタ使うの、つかみ食べするって聞きましたみたいな、聞いてきて、それがね、なんかまだね忘れられません。モテ見せない。じゃあ次、わさわささん、ありがとう。まだ引き続きかな。違うけどありがとう、わさわさありがとう。もっとね、思い出作りたかったけど、いつか会えたらその時はよろしくありがとう。じゃあ次は天使の絵の具さん、天使の絵の具さん、やばい待って時間なんでおらんかも、ゆっくりすぎた。四国だっけ会えるの、四国楽しみにしとる、ありがとう。じゃあ今度の四国で笑顔をたくさん振りまこうかなじゃあ次は、岸が、2枚です。岸寂しい、岸にサイン書くのが最後なんて。ありがとう。次はここで外れないよそう、かわいいじゃろありがとう、今までたくさん最後にリアルお話しかできて、違うリリーベか、リリーベで会えたのがすごい思い出、ありがとう。じゃあ次めっちゃキノコさん、キノケーキありがとう、マジで2回もありがとう。あーごめん、私な忘れてた、ありがとう。さっきなんかみんなね、そうすごく当たねーって言ってくる、当たるっしょ、当たるっしょ当たると思うけどな普通にじゃあ次、栃木の、スーさん、栃木のスーさん、まああのツーショット LINE のアイコンにしてもいいよじゃあありがとう、いける活力、うん、本当、まあまあまあこれからも DDDD だけど倒して嘘ついてスーさん人生かわしてください。じゃあありがとう。じゃあ次は、千葉のともくんが、2枚、ともくん、結構いっぱいサインとかの書いた気がするし、喋り、あのいつも話し会の時にさ、すごい丁寧語で喋ってくれるからさ、すごいねでもね、すごい印象が良かったっていうかね、なんか真面目な方なんだろうなと思って。でも私がリンコ倒せないよね確か。ありがとう、ともくん、ありがとう。あ、永遠のアイドルありがとう、ともくん大切にしてね、永遠の楽しいアイドルです。じゃあ次、とも先輩1枚、サイン忘れてそうトム先輩とか結構ツンデレな感じして、割と表には出せないけど裏ではちゃんとリンコのことを支えてくれる系ポタクだったからね、リンコ実は知ってるんですよ彼女のこと。簡単、ありがとう。忘れてなかった、昨日忘れてたのに
じゃあ次トミー、トミー、ありがとう。卒業公演当たるのを祈ってる。あと今日久しぶりに話せて、久しぶりって言っても2週間ぶりぐらいかな。ね、嬉しかったです。ありがとうね、トミー。じゃあ次、アンバー。本名を書くから隠します。と、ちょっと本名書いてるから、シークレット。ありがとうこれからもずっと当たり前だ。じゃあ次はキミヤンさん、キミヤン、キミヤン、銀行の間に落ちたかなはい、ありがとうそう、本名知ったら大体本名書き口っていうね。うーん、悲しい。その沼に落ちた瞬間にもうほんとバカだね私でもありがとう、最後にこうやってサインを書くことができてね、嬉しかったです、ありがとう。じゃあ次は、佐々木さん、佐々木、佐々木、佐々木も結構公演ツアーだったっけな、会いに来てくれて、公演だったっけ、会いに来てくれて、あと話し会いつも車の中だったからね、ちょっとね面白かった、ありがとう。まさき幸せでね、まだ早いか。じゃあ次、トール、トール、多分これが届く頃には運行不足やばそうだから、ちょっと慰めとく。リンコ大好きだもんねそう、リンコしか愛せないから、まあ、パワー込めとく、ありがとう。すいません、予備2枚ください、ありがとうございます。じゃあラスト2枚、2人、ヨユッタロさんです。シークレットよね、何書こうかな、ヨユタの初めて、あ、これ言っちゃダメじゃん、はい、シークレットありがとう、こちらこそ、トロくん楽しみにしててねじゃあまた後であるかな、また後で。じゃあ次は、ロイヤルミルクさんです。いつも鍵閉めやんありがとう、ロイヤルミルク、マジで正体不詳でもショールームとかでそのコメントしてくれるから珍しくてね、びっくり。はい、ありがとう、ありがとう、あれ、あ、鍵か、ありがとう、ロイヤルミルクさん、サインね大切にして、ありがとう。またいつかね会えたらね、ちょっとじっくり観察しようかなありがとう。じゃあ以上です、ツイッタートレンド、え、また載ってるのありがとうございます。はい、じゃあ終わります。ではでは皆さん、最後のオンライン再会、今まで本当にありがとうございましたはい、じゃあこの後は8時間目が最後の、本当に最後のお話からね、なっちゃうので、あの来る方はぜひよろしくお願いします。もう泣かないじゃあまた会いましょう、またね、バイバーイ。